人生すべてが暇つぶし。はい、ゆうすけです。今日はロジクールクラフト購入しましたので、早速開封していきたいと思います。で、私の超関心事は、これを使ってですね、 Adobe の製品が使いやすいとか、Microsoft の、Office 製品が使いやすいとか、もうそんなん言ったらいいんです。今私がやりたいのは、この今撮影をしているのが iPhone7S なんです。 S? 違う、 iPhone7 Plus なんですけど、そちらの製品でこれが使えるのかどうかやってみたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、開けてみました。非常に高級感がありますね。はい、高級感につられて猫も触りたくなるようです。さて、早速これつくんだろうか。おっと、同梱物はこんな感じです。レシーバーもついてて、 Type-C の充電ケーブルもついてます。で、あとは本体、おしょおしょ、あと多分説明書があったりするんでしょう。あったりするします。テックスタートガイドあります。なんですが、おそらくそんなの多分考えなくてもカタクッとできちゃうんじゃないかなというところで、よっ、まあ、ちょっと私結構これ探したんですけど、ネットの記事あさったんですけど、あれがなかったんですよ。やっぱあの iOS でできんのみたいなやつが、やばい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 、それを確かめたくて買っちゃったんで、もしこれダメだった場合はちょっと会社行きっすね、これ、はい、完全会社行きです。はい、で、こんなのあれでしょ、 UI が優れてたら説明書なんていらないでしょ。ということでこれでしょ、ポチ、お、ついた、充電してやる。はい、早速試します。はい、出ました結論。今 iPhone、7S で iOS 11の最新になってる、OS でですね、やってみました。結論、いけます。やりました、賭けに勝ちましたね。はい、ということで、まあ正式なサポートではないんじゃないかなと思うんですけども、これからちょっと使い勝手であるとかというのをちょっと見ていってですね、使いやすい状態に持っていきたいなと思います。まあ、できればやっぱこれって、これね、ダイヤルがね、クリエイティブ入力ダイヤルってここに書いちゃってるから、これがいいって言ってるんで、これを使わないにはわけにはいかないので、これを使っていきたいと思います。なんか聞こえます？ね、結構これがイケてるらしいので、ぜひやってみたいなと思います。で、あとですね、さっきあの UI が優れた製品に関しては、説明書いらないという話をしましたけど、ちょっとホームページ見てもよくわかんないんでかつ、書いてあるですね、まあ、同梱されているその説明書ライクなものも見てもよくわかんないんで、つなぐのは一瞬です。これ iOS でやったんですけども、iOS でやった場合に関しては、一度つなぎて、自分の方から、Bluetooth でこのクラフトを選択した状態になりますと、番号が表示されます。で、その番号になったコードみたいなものをですね、こちらの方でですね、カッカッカッと打ってですね、エンターと押していただければペアリングの完了でございます。ということでですね、まあちょっと簡単にできるというところまで分かったんですけども、もう正直ちょっとショートカットがよく分かんない、何が効いてて何が効いてないのか、
でこれが iOS 仕様のキーボード配列になっているのかどうかもよくわかんないので、ちょっとそのあたりを固定できるのかどうかとか、そういうところも含めて、見ていきたいと思います。でまずは普通に使えそうなので、この状態使ってですね、皆様にまた後日、レビューをさせていただきたいなと思います。なんで、今日私が言いたかったことは iOS で接続できたぜっていう話です。はい、ということで、今回の動画を見てですね、クラフトを買ってですね、 iOS もそして、Windows も Mac も全部使い分けたいなと思っちゃったりした人は、チャンネル登録といいね評価の方をお願いいたします。商品リンクなんかも貼っときますんで、ぜひ見てみてください。年末になってちょっと値段下がってきますからね、おすすめです。はい、それではまた。